小倉北区の小倉城で開催されているのは小倉城お堀カヌーです。このイベントは普段は入れない堀にカヌーを浮かべ、小倉城とその石垣の迫力を体感してもらおうと今回初めて開催されたものです。スタッフから石垣の構造などについて説明を受けた参加者たちは、地元のシンボル小倉城のいつもとは違う表情を楽しんでいました。初めて乗ったので楽しかったです。石の部分が斜めになってすごかったです。多分日本で初めてじゃないかなって言われてたんで良かったです。このイベントはあさってまで開催される予定でしたが、台風14号の接近に伴い今日のみの開催となっています。